USJ の森岡ですあの会社を選ぶんじゃなくてその会社に入って何を自分にプロとして身につけるのかという職能を選ぶということをあの考えてください、まあ、親が勧めるからこの有名な会社とかなんとなく給料が高いからっていうその目先のことではなくて10年後20年後皆さんが見つけるべき本当に皆さんが身につけるべきですねあの職能と。 あの向き合ってですね、それが自分に何が向いているのかをこれを考えてほしいと思うんです、ね。好きなものを選んでください。皆さんが好きなものっていうのは、私は靴が好きとかカバンが好きということではないです。皆さんは考えるのが好きとか人を引っ張るのが好きとか人と話をして友達を作るのが好きっていう皆さんの好きなことを動詞に置き換えて考えていくと、それから皆さんが得意なコンピテンシー、皆さんの能力である可能性が高いです。20年も生きてくるとですね、皆さんの強みは必ず皆さんの好きなことの中にあります。 のでその中から自分のの得意な領域を見つけてくださいその職能を提供してくれる会社を複数チャレンジしてみてほしいなと思いますそしてそこで頑張ればですねいろんなことあると思いますけど皆さんのキャリアは皆さんのものになっていくと思いますあの会社に選ばれる人ではなくて会社を選べる人になっていただけたらなと思います頑張ってください